バンカーでですすあこんにちは、平井ひろあきです今回はですね栃木県のロイヤルメドウさんの練習場をですねちょっとお借りしまして撮影させていただいております。ありがとうございます今回バンカーからちょっとショット打っていきたいんですけども平井ひろあきのバンカーまあ1回だけやってねそうですね,ね結構前最初の頃。であれが多分ほとんどなんだけど、うん、バンカーってもう簡単に言えばずーっと。 フェイスは自分のの顔を見てて欲しいのうこう自分の顔を見つめられてる感じこうやって常にこのフェース面がアドレスで自分の顔を見てるバックスイングで自分の顔を見てるまたインパクト自分の顔フォローでも自分の顔ずーっとフェースがね自分の顔を見てるのこうやってこれがもう基本といてことは開い,開いてるの 閉じてもいいんだけど、閉じてたらバンス使えないんだよね。だからバンスのハイバンス使ってるんだったら閉じてもいいけど、ローバンス10度以下だったら多少開いてあげた方がバンカーは優しい。フェイスは体の真ん中ね。で、若干、若干オープンスタンスでもいい。ほんのちょっと。で、フェイスをずっと自分の顔を向けたまま打つ。 これだけです特別なこととかやってないよくね、バンカーをねこう、すごい説明してる人とかいるんだけど説明しようがないよね線で表そうかな、うん、これが平井の線です、全部 <と>うん、これがターゲットライン、うん、ピン方向、うん、でこれがクラブの振る方向、うん、その理由がこのラインにスタンスをしてるから、うん、でターゲットラインにこうやってまっすぐ構えた時にヘッドが自分の真ん中でしょ、うん、そうでボールの線ね。うん だけどオープンスタンスフェースを相当開くからオープンスタンスにしたいからこの線がここに移動するのよこのボールの線がねそうでここにこうやって構えてでヘッドの位置が自分の真ん中ねそうこ <noise> このアドレスちょっと出し行っちゃったな でもああいうふうにこう振る感じ見えないああ俺は寄ってんだうんそういう感じだだこれさっきアプローチで傾斜とかやったじゃない、うん、だったらこういうさ、うん、傾斜プラスバンカーそうこういうとことか傾斜度合いがわかんないよね俺これバンカーでこれだったら相当な傾斜だと思うんだよね俺。こうやって例えばうん こんん、な転がるじゃん下まで,でこれでよう上げなきゃいけないって言ったら上げにいくでしょ、うん、で上げにいくのはダメじゃない、うん、これ何に頼るかって言ったらもうフェースしかないのよほとんど、うん、そうだからこれはもうこういう感じよ、うん、やばいこんぐらい,いなそれでこれでずっと フェイスが自分の顔を見てななきゃいけないけでもちろん左足に重心がかかるじゃないでこの左足に何対何かかってるかによって俺今多分ね7 3か8 2なのよ左側7かさ8ぐらい。それでこの割合を変え吸い口を変えたらミスするから傾斜値は割合変えちゃいけない

そうだから完全に出すことを優先するんだったらもう奥ワンピンピだったら100点よねで今みたいにピン横7 0ンチぐらいっていうのは、うんのね、もうもうあギリギリにあ,あって打つしかない<で>もうしょうがないそう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 で狙える技術があるかどうかそこがポイントだからこれさも簡単にこうやってやったら寄りますよとかっていう動画あるけどそんな簡単なもんじゃないから <laughs> <laughs> そんなんじゃない。逆に、うん ここをやること決まってんのよ。俺ね、バンカーで、平井は一番難しいのはね、左足上がりだここ。そう。これの方がよっぽど難しいと思う、俺。飛んじゃうか、ボグってなるか。うね、これ意外とね、難しい。もう左足下がり、さっきやった左足下がりは、あの、もう上がらないって分かってるし、寄らないって分かってるから、半分諦めがつくから結構いい球が出たりするんだけど、これって、 っってやったら寄りそうなんだよねそうだからその加減の範囲のレベルが多すぎてどれをやったらいいかっていう感じになっちゃうこれだって普通に傾斜なれにさボンって打ったらさ、まあ、出るのは出んのよ。だけどさ簡単そうだから寄せたいのよ。そう欲が出るとこういうラインも難しくなるからこれ例えばさこう傾斜に向かって打っちゃったらさすごいズボンって入るじゃんヘッドが。でここれこうやって 傾斜にこううやっってて振り抜いたらポーンって飛んんじゃうんだよねそうだから左足上がりっていうのは結構難しいからこれしっかりこうバンって傾斜に対して打ち込むんだったらこのこの動きをねこの動きこの動きを入れてあげなきゃダメちゃんと。でインパクトしてもこうやってちゃんとグリップを持っててあげないとちゃんとこう。 前に飛んでくれないよ、ね、こういうふうにああいうふうに打つか俺振り上げるのは怖いからやらないんだけどこうちゃんとこうこ,こにこうパンって戻すかどうかここにこういうふうにそれがすごいポイントただ本当にこういうのって形じゃないから自分がこう感覚的に打ててるかどうかの方が大事だから。 基本的なのはさっっき線引いてやったやたつあそこからじゃあ左足が上がってるんだったら重力に対してこうやって立つんだったらボール右少し右に置いてあげたり傾斜なりに立つんだったらいつものボールポジションに置いてあげたりとかそういうのがパッとできなかったらナイスショットってなかなか出ないから。一からこう説明して ちゃんとこう線引いてていろいろやると本当に感覚で打てなくなっちゃうからこうちゃんとしたことを基本の平らな位置からはそういうのは学ぶのは大事なんだけどこうイレギュラーな場所に行ったらちゃんと自分で方法を見つけたりいろんな場所ボールを移動させていろんな球を打つことがすごく大事なんだよねだから何でもかんでもこ平らなところのものをちゃんと持ってきてや,るやればナイとショットが出るかって言ったらそうじゃないからこうボールの位置をちゃんと変えること いいうのがすごい大事、傾斜によって。それはももう練習してもらった方がいいね。それはこ,こっちの人はこっちの置いた方がよかったけど自分はこっち逆に置いた方がいいっていう人ももちろんいるんでそれはいろいろ探した方がいいね。今日バンカーについて取ってっきました。で傾斜はもうそもそも難しいんで何を優先するかっていうのをまず絞って決めてからバンカーショットを打っていただいた方がいいと思いますね。 はい。でちょっとざっとになりましたが気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします最後までご視聴ありがとうございましたこの度ワンダップゴルフのオンラインサロン始めましたセクシーショットありのマルヒ映像ばっかりでございますのでぜひ興味ある方は入会していただいてですね知ってるあれっていうネタをですねコンペとかで言っていただければと思いますのでぜひご入会よろしくお願い,いします